2000連続に失点の鈴木ザイオン。差別的な発言は控えてほしい。アジア杯カタールに出場している日本代表ゴールキーパー、鈴木ザイオン21シントトロイデンが、22日の練習後に取材対応し、批判の中で人種差別的な発言を受けていることを明かした。カプチダのベトナムとイラクを相手に、2試合連続で2失点しチーム目前している状況で、自身のパフォーマンスに関して、たくさんの批判の声があるのは自分も知っている。その中で差別的な発言は控えていただきたいと発言。SNS を通して受けた、自分としては負けるつもりはない、結果で見返したいと訴えた。日本代表のゴールキーパーである以上、高いレベルを求められるのは分かっている。そこは受け入れながらも次につなげれば、問題ないと思っていると主張。24日のインドネシア戦に向け、ゴールキーパーは失点とは常に隣り合わせ、だからこそチームを救った時が一番楽しい、そういうところを出していきたいと意気込んだ。ファンはプレイで挽回するしかない。ファンも期待してるから非難されるのは仕方ない。だが、差別されることは全く許されない。国を代表しているとはいえ、21歳でこれだけのプレッシャーを浴びる立場、そこに自分を置き換えて考えてほしい。顔がわからないことをいいことに誹謗中傷が多い。過去にはそれが原因で自殺者も出た立派な犯罪。あらはあるけどスケールが大きくて、将来性の高いゴールキーパーだと思うけどね、正直なところここまでの素材はなかなかいない。そうだ、結果で見返してやれ、頑張れ。本人は大変な思いしているだろうけど、この年でこんな苦難を経験できたのは、でかい。普通に JFA から訴えたら？守ってやらないと、日本の代表は人種差別許容は、絶対しないってとこ見せてくれ。差別はいかんけど、プレイ内容はなんとかした方がいいわ。結果出せば誰も言わなくなるから、見返すしかないわな。差別は良くない。それより、逆境にさらされてる選手を、日本人が貶めてどうする？逆だろ。応援するしかねえ。プレイ内容に関する指摘ならまだしも、差別発言なんて言語道断。